七夕。七夕は、中国大陸、日本、韓国、台湾、ベトナムなどにおける節句、節日の一つ、高節区の一つにも数えられる。旧暦では、七夕節句とは言うが、二十四節気に関連する、節月ではなく、暦月の7月7日の夜のことで、日本ではお盆、旧暦7月15日前後との関連がある年中。 行事であったが、明治会歴以降、お盆が新暦月遅れの8月15日前後を主に行われるようになったため関連性が薄れた。日本の七夕祭りは、新暦7月7日や月遅れの8月7日、あるいはそれらの前後の時期に開催されている。職女と剣後の伝説は、文鮮の中の漢の時代に編纂された、古紙19種が文献として書出とされているが、 まだ7月7日との関わりは明らかではない。一方、西京雑記には、全館の売れ目が7月7日に七針に糸を通すという気候伝の風習が記されているが、植女については記されていない。その後、南北朝時代の、慶イ祭時期には7月7日、ケンゴと織姫が会合する夜であると明記され、 さらに夜に夫人たちが7本の針の穴に美しい彩りの糸を通し、捧げ物を庭に並べて、針仕事の上達を祈ったと書かれており、7月7日に行われた気候伝と食女、研究伝説が関連付けられていることが、はっきりとわかる。また陸長、両代の陰芸、陰雲が表した小説には、天の川の東に食女あり、天庭の女のあり、 年々に気を動かす老役につき、運金の転移を折り、要望を整える暇なし。天帝その独居を哀れみて、家政の剣五郎に読めすことを許す。化して後、旗折りを廃すれば、天帝怒りて、加藤に帰る命を下し、一年一度会うことを許す。天賀の東優ま女う天帝の女なり年々机日老役式生運金天移天帝霊。その読書言いなずけ家星剣を、 廊下降水廃折天帝度石例期かと元と一年一度総会、活量広しぎ七月例にある文という一節があり、これが現在知られている、七夕のストーリーとほぼ同じ型となった、最も古い時期を交渉できる資料の一つとなっている。日本の七夕は、元来、中国での行事であった七夕が、奈良時代に伝わり、元からあった、日本の七夕爪の伝説と合わさって生まれた。 七夕の語源は、古事記で、雨の若彦が死に、味好き高彦根が来た折に読まれた歌にある、弟七夕、弟七夕または、日本初期吉原中国平定の一書、第一にある、お伝う七夕、お盆の精霊だなと、その旗から、七夕という。また、万葉集巻十春草加二千八十、植女の今夜章、ナバージョ・ツネアスカ。 素辞年社長長七夕の今夜あひなは、常の後とあすを隔てて、年は、煙など七夕にまつわる歌が存在する。その他、県牛食女の二世がそれぞれ工作及び、開口氷を司るため、それらにちなんだ種物、棚の、物、木つ、も着物、渡つ物という子が、七夕の由来とする江戸期の文献もある。日本では、雑令によって七月七日が節日と定められ、 相撲五覧、相撲設営、七夕の主婦、気候殿などが奈良時代以来行われていた。その後、平城天皇が七月七日に亡くなると、八百二十六年、天朝三年相撲五覧が別の日に移され、行事は文化して、星合と気候殿が盛んになった。気候殿、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 気料殿は気候再会、気候再会へ。 または単に聞こうともいい、7月7日の夜、食女に対して手芸上達を願う祭りである。古くは、慶祖祭時期に見え、唐の幻想の時は盛んに行われた。この行事が日本に伝わり、宮中や貴族の家で行われた。宮中では、清涼殿の東の庭に敷いたむしろの上に机を4脚、並べて果物など備え、ぎの葉1枚に、 金銀の針をそれぞれ七本刺して、五色の糸を寄り合わせたもので針の穴を貫いた。一晩中甲を焚き闘病を捧げて、天皇は庭の石に失業して、剣後と食女が合うことを祈っまた、平家物語によれば、貴族の屋敷では願い事を、火事の葉に書いた。二世会合、食女と剣牛が合うことやしか、裁縫、染色などの祈芸上達が願われた。 江戸時代には手習いごとの願掛けとして一般庶民にも広がった。なお、日本において、旗織は当時もそれまでも成人女子が当然身につけておくべき技能であったわけではない。ほとんどの神事は夜明けの晩、7月7日午前1時頃に行うことが常であり、祭りは7月6日の夜から7月7日の早朝の間に行われる。午前1時頃には、 天井付近に主要な星が昇り、天の川、賢牛星、植女星の三つが最も見頃になる時間帯でもある。全国的には短冊に願い事を書き裸だけに飾ることが一般的に行われている。短冊などを笹に飾る風習は、名古市の大払いに設置される千の輪の両脇の笹竹に、ちなんで江戸時代から始まったもので、日本以外では見られない。 七夕様の楽曲にある五色の短冊の公式は、五行説に当てはめた五色で、緑、紅、黄、白、黒を言う。中国では、五色の短冊ではなく、五色の糸を吊るす。さらに、蒸気機構伝は、理芸の上達を祈る祭りであるために、短冊に書いてご利益のある願い事は芸事であると、される。また、お盆や背書き法要で用いる仏教の五色の背書き。 旗からも短冊は影響を強く受けている。里芋の葉の炉で墨をすると修字が上達するといい、七枚の火事、火事の葉に歌を書いて手向ける。春勢の歌に、七夕のと渡る船の火事の葉に行く秋かきつろのた、まずさとある。このようにして作られた笹を7月6日に飾り、さらに海岸地域では、翌7日未明に海に流すことが、一般的な風習である。しかし、 近年では飾り付けにプラスチック製のものを使用することがありかいに流すとは少なくなった。地区によっては川をまたぐ橋の上に飾り付けを行っているところもある。富山県黒部市小山地区では2004年平成16年7月16日に富山県の無形民族文化財に指定2018年平成30年3月8日国の記録作成。 当の措置を講ずべき無形の民族文化財、選択無形民族文化に選択された七夕流しが毎年8月7日に行われる。子供たちが満館船や安頓を作り、和紙で人型人形である姉様人形を折る。夕刻から姉様人形を板にくくりつけ地区内を引き回し、午後9時になると両岸に七夕飾りを立てた幅約1メートルの泉川に入り、 万干船や安ど姉様人形を流すものであり、江戸時代より続けられている。地域によっては半月。小図のように、農作業で疲労した体を休めるため休日とする、風習が伝承していたり、雨乞いや虫送りの行事と融合したものが見られる。その他、北海道では、七夕の日に、ろうそくもらい、ろうそくだせという子供たちの行事が行われたり、仙台などでは、 七夕の日にそうめんを食べる習慣がある。この理由については、中国の古事に由来する説のほか、麺を糸に見立て、織姫のように旗を織り、裁縫がうまくなることを願うという説がある。沖縄では、旧暦で行われ、裏盆会の一環として位置づけられている。墓を掃除し、先祖に裏盆会が近づいたことを報告する。また王子は仙骨をこの日に行った。 他方、商店街などのイベントとしての七夕祭りは、一般的に昼間に華麗な七夕飾りを通りに並べ、観光客や買い物客を呼び込む装置として利用されており、蒸気のような夜間の風習や神事などをあまり重視していないことが多い、顕著な例としては短冊を記入させて笹飾りにつけるような催しが7日夜になっても行われていたりする。 イベントとしての七夕祭りについては後期の項を参照。台湾では7月7日は七、娘かか、食女の誕生日とされている。七、娘かかは子供の守護神である。幼児の守護神のを祭る風習があり、幼児を持つ家庭はこの晩に床母を祭り、神銭の四方金、ある仮金と床滅を焼く。また、 台南や四加ではという成人式をこの日に行う。近年では、バレンタインデーと同様に男女がプレゼントを交換する、日とされている。大韓民国では七夕をチルルチルソ、月七月、七夕といい、この日に剣後と職女が一年ぶりに会って、嬉し涙を流すため、絶対に、雨が降ると信じられている。その日の晩に、雨が降れば、それは、剣牛と職女が流す嬉し涙。 二日間、夜に、雨が続けば、別れを惜しむ涙だと言われている。その日は、伝統的に、各家庭で、ミルジョンビョン、小麦粉で作ったせんべいと、ヘッグアイル、季節の果物を備え、女性らは、ちゃんとって、醤油がめや味噌がめを置く高台の上に水、井戸水を得、家族の長寿と家庭の平安を祈願する。また、少女らは、賢流性と食女性を見上げながら、 針仕事が上手くなるよう願う。ちゃんと手の上に水、井戸水を備えた後、灰を平らに盆に乗せて、翌日そこに何か通り過ぎた跡があれば、霊感があって、針仕事が上手くなると信じられている。また少年らは、学問に引い出るため夜空に星を描いて祈る。また、梅雨が過ぎた後の湿気で、衣類や書籍類に虫がついたり変質することを防ぐため、 七夕の日の強い夏の日差しにあて、家ごとに井戸水を汲み取って、きれいにした後、蒸し餅を作り井戸の上に置いたりして、七夕の日を過ごした。七夕の日の料理には、ミルクスス、小麦粉で作った麺、うどんと、ミルジョンビョン、小麦粉で作ったせんべいがある。この日を境に冷たい風が吹き始めると、小麦粉料理の季節は終わりとなり、最後の小麦粉料理となる。また、 鯉を材料としたイゴフェ、鯉の刺身、イゴグイ、鯉の焼き魚、そして、追いキムチ、キュウリのキムチなどを食べ、桃やスイカで作ったクアイルファチェ、いろんな果物を入れて混ぜた飲み物を飲む。以前の女性の運命は結婚して、夫に従い語を教えるしかなかったので、少なからぬ女性が権流と食女の伝説を信じ、食女を手本にしたいと思っていた。よって、毎年7年間、 食女の誕生日が来るたび、彼女たちは七年、食女を祭り、細やかな心と器用な手先を得て、良縁が得られるように祈った。これが、気候、器用になることを願う、という名称の由来である。女性はまた、彩り炉を、飾り付けのある小屋を作り、王道でできた、細針、七鋼針を準備し、五色の糸で月に大使風を迎え針を通した。しばらくして、七夕も、 女の子の日となった。しかし個人が寄稿するのは七夕に限らず、正月や八十九月も寄稿し、そう後になってから、七夕だけに寄稿するようになった。草原時期、七夕寄稿説は盛んになり、寄稿の飾り物だけを売る市場ができ、寄稿しと称した。軽イソ時期によれば、古代の女性は、七夕の夜に、ねや、中日ぎつまり、七月七日は、 剣牛と食女が合う日である。この夜、婦女は、飾り付けのある小屋を作り、七孔針に糸を通し、またむしろを敷いて酒や、干し肉や、ウリや果物を庭に並べて、寄港を行った。もし雲がウリに網を張っていれば、印があったとする。七月七日、ため、剣牛食女、集む会の夜。税優、人家婦女血祭る、千七0針。 あるジにックむしろ酒ほじし売り顔には注目機構。秋子もウを売り場。乗りもった目ふ当たるを行った。よしことは一種の小型の雲である。東京夢家かでは、夫人は月に向かって糸を通し、また小さな雲を箱に入れて、次の日に見て、もし網が丸く張っていれば、器用になるという、婦女もちづき線張り、あるも、小雲やスゴースない、次美観の若毛遠征。 E の徳匠、とある、徒歩、県牛食女もこの風習に言及している、雲糸小認定、曲綴り売り家中、竜古都市、七夕歌、壁空路ウロ重心番室花植骨徳雲糸。現在の七夕は、愛情節と呼ばれている。多くの商店や人々は、中国のバレンタインデー、常人節つまり恋人の日と呼んでいる。 しかし、七夕の伝統的な習俗には、カップルのデートという内容はないため、民族専門家は、常人説は、不適当で、愛情説と呼ぶべきだとする。中国大陸では、七夕は商店にとっての販売促進の一大正気となっており、伝統習俗は、廃れており、人々の七夕に対する情熱は、西洋の舶来品の常人説とは比べ物にならない。 台湾や香港でも西洋文化の影響を受け、七夕の状況は憂うべきものである。高難の刺繍する少女は夜に月光の下で一本の刺繍針を湾の水面にそっと置き、表面張力で針を浮かべる。月光が照らす中、一番複雑な波紋が周りに出現した針が一番良い刺繍ができるとする。また針に赤い糸を通して七千女に気候、 器用になることを願うことをする。東大詩人の林勝の詩の、気候では、七夕こよいみあお宮い、牛を食女と佳境、家々骨持ち、秋月、千づくし甲子育万丈。と述べている。爪を染めることは、青南一帯の七夕の習俗である。若い娘はこの日に、樹液で髪を洗って、若く美しくあることを願い、また、 未婚女性は重い人と巡り合うことを願う。三河東地区では七夕に七神姉を拝んだ。女性たちは新しい服を着て一つの道に集まり七姉妹となった。少女たちはボタンやレンや梅や蘭や菊などの花の形をした馬餅という小麦のお菓子を作り、食事を祀った。関東では少女たちによって拝み七姉が行われた。 男性や老女は参加できなかった6月から準備を開始し、稲や麦や緑豆の粒を湾で浸して発芽させる。七夕が近づくと、ハリボテのかささぎ橋を作り、また様々な手の込んだ手芸品を作る。七夕の夜には八千、を平等に置き、その上に果物や花や発芽させた穀物の芽や人形や紙細工などの女性が作った手芸品、彫刻した果物、 化粧品やお菓子などを置く。女性たちは髪を洗って着飾り、放線下で爪を染める。八洗濯や笠さ,さぎ橋のそばで様々な遊戯を行う。また針に糸を通して、気候、器用になることを願うをしたり、北斗七世、食女の姉妹であるとされていたや二つの星を拝む。また、家々では気候宅を設け、人々をもてなした。深夜の十二時は、食女が、 花会に降りてくる時とされており、すべての明かりに火を灯し、針に糸を通して、食事を出迎え、歓声が上がる。そして一通り楽しんだ後、解散となった。敏南では、織姫を、七、娘かかと呼び、子供の守り神とする。敏南の習俗では、七夕の日に桜と四君子で煮た卵と肉と黒砂糖の入ったもち米を食べて、虫よけと病気よけとする。 現在の香港では、少なからぬ家庭が、昔の伝統的な風習を維持しており、七年丹、七夕になると、紙、札点、紙札、四札とは、祭祀の時に燃やす紙製の模造品で七年頃も、買い求め、その夜七年、織姫を祀るのに使う。元来は、中国の節句の一つであり、単院太陽暦の7月7日である。中国歴において7月は、 秋の最初の月、猛秋であり、7日は上限の月、すなわち半月の日である。7が重なる日であるため、そう7とも呼ばれた。二十四節気では、立秋前後の時期に相当する。日本では、旧暦、天宝暦、和暦の7月7日、行事によっては7月6日の夜に行われ、お盆、旧暦7月15日に入る前の全盆行事として、 行う意味合いが強かった。明治六年、1873年の改暦後は、従来通り旧暦7月7日に行う地域、クれごりを歴、新暦の7月7日に行う地域、月遅れの8月7日に行う地域に分かれ、特に新暦開催ではお盆との関連が薄れた。なお、旧暦では7月の翌月にうる7月を置く年も、あるが、純月に年中行事は行わないので、 ウルー七月七日は旧七夕ではない。クレゴリオ歴の七月七日は夏だが、旧暦の七月七日はほとんど立秋以降であるので、古来の七夕は秋の季語である。多くの地域では、クレゴリオ歴の七月七日は、梅雨の最中なので雨の日が多く、旧暦の頃からあった行事を、クレゴリオ歴の同じ日付で行うことによる弊害の一つと言われる。統計では、 旧暦七月七日が晴れる確率は約五十三パーセント、東京であり、晴れる確率が特別に高いというわけではない。しかし、旧暦では毎年必ず上限の月となることから、月が地平線に沈む時間が早く、月明かりの影響を受けにくい。一方、新暦七月七日は、晴れる確率は約二十六パーセント、東京と低く、その上月齢が一定しないために、 晴れていても月明かりの影響によって、天の川が見えない年もある。したがって、天の川が見える確率は、旧暦の七夕の方が、かなり高いと言える。七夕に降る雨を、サイルイウ、または、シャナミダ雨、サイルユウ、と言い、織姫と彦星が流す涙だと伝えられている。ブラジルでは、日本の年中行事に親しむイベントや、商店街七夕の形式で、 日にちにかかわらず行われる。仙台市の協力のもと当地の宮城県人会を中心として1979年から始まったサンパウロ仙台七夕祭りは仙台七夕の月遅れ開催を踏襲せず、7月の週末に同市のリベルダージにて開催されている。南半球であるため冬の風物詩として定着している。 仙台市の協力のもと当地の宮城県人会を中心として2009年から始まったロサンゼルス七夕祭りは仙台七夕の月遅れ開催を踏襲せず8月中旬頃に同市のリトル東京にて二世州日本祭二世ウィークに合わせて開催されている1687年上京四年観光の藤田治表への江戸加の子江戸加の子には七夕祭り 江戸中子供、短冊七夕に、ホールとある。その他、北川森貞の森貞満光にも、7月7日、今夜を七夕という、今世、大阪に手羽、太鼓など打ちて終日遊ぶことなり、江戸に手羽、青竹に短冊色紙をつけて、航空屋上にがてること。とあり、江戸時代中期にはすでに江戸で、七夕祭りが始まっており、江戸時代末期には、 大阪でも、盛んになっている様子が伺える。その他、北村庭の、旧将欄には、江戸にて近頃、文政十二の頃より、諸寺流には、天保十二年六月、例年七月七石祭と、正、斉藤月神の、唐と祭時期には、七月六日、今朝未明より、八代広方の、古今洋蘭校には、七夕祭り、演技式、七月七日食女祭と見えたるを発と、 セリとある。現代の七夕祭りは、神事との関わりも薄れ、もっぱら、観光客や地元商店街等への集客を目当てとしたものとなっている。み越や出汁などを繰り出す祭りと異なり、前日までに笹飾りをはじめとした七夕飾りの設置を終えれば、当日は人的な借り出しも少なく、また商店前の通行規制も少ないため、 商店街の機能を低下させることなく買い物客を集められると意見で商店街との親和性が高く戦後の復興期以降商業イベントとして東日本を中心に日本各地で開催されてきた多くは昼間のイベントと夕方から夜にかけての花火という組み合わせがタイで伝統的あるいは神事としての七夕の風習に頓着せず行われていることが多い また、青森のねぶたやねぷた、秋田の関東などの眠り流し行事も七夕祭りが限定である。七夕に関連したイベントを開いている自治体の代表が集まって情報交換し課題などを討議する会。商業的七夕祭りの他に伝統的七夕の習慣がある都市も参加している。開催都市は以下の通り。2007年からの グレゴリオ歴7月7日の月齢と天の川の見やすさを記号で示す。天の川の輝きは淡いため、月明かりや公害の影響があると見ることが難しい。月齢は例が新月7.5が上限の月、14が満月、22.5が下限の月であり、上限や下限の前後では天の川が見える時間は限られ、満月前後ではほとんど見えなくなる。 国立天文台では2001年から新暦7月7日は大抵梅雨のさなかでなかなか星も見られないという理由で旧暦7月7日を伝統的七夕と呼びその日の新暦での日付を広く報じているただ旧暦は現在は公には使われていないのに国の機関が旧暦で定義することはできないため伝統的七夕の日は旧暦7月7日に近い日として 二十四節の初初、諸書、諸書イコール太陽光景が150度になる、瞬間イコール8月23日頃を含む日か、それよりも前で、諸書に最も近い1日、昨イコール新月の瞬間を含む日から数え7日目と定義している。この定義によれば、早くて、新暦の7月31日、遅くとも8月30日までに該当する。国立天文台が公表している。 伝統的七夕、旧七夕の日付、日本標準時。こと座の一等星ベガは、中国、日本の七夕伝説では、織姫星、植女星として知られている。織姫は、天帝の娘で、旗織りの上手な働き者の娘であった。夏彦星、彦星、賢牛星は、わし座のアルタイルである。夏彦もまた働き者であり、天帝は二人の結婚を認めた。 めでたく、夫婦となったが、夫婦生活が楽しく、織姫は気を折らなくなり、夏彦は牛を追わなくなった。このため天帝は怒り、二人を天の川を隔てて引き離したが、年に一度、7月7日だけ天帝は、会うことを許し、天の川に、どこからかやってきた笠サギが橋を架けてくれ合うことが、できた。しかし7月7日に、雨が降ると、天の川の水かさが増し、 織姫は渡ることができず、夏彦も彼女に会うことができない。星の合い引きであることから、七夕には、星合い、星合い、星合いという別名がある。また、この日に降る雨は、催類雨とも呼ばれる。催類雨は、織姫と夏彦が流す涙と言われている。古典文学として、蒸気のようなストーリーとなった七夕節話であるが、長い歴史の中で、 中国各地の民話として様々なバリエーションを生じるに至った。それらは地方劇で上演され、戯曲の題材となった。その中で有名なものに狂劇などで演じられる、天が灰がある。その内容は、牛飼いの牛を、剣後が水浴びをしていた天女の一人である食女のを盗んで夫婦となるが、やがて食女は天界に帰り、牛をは食女を追って天界に登るものの、 淑女の母である聖王母によって、天の川の東西に引き裂かれるというものであり、羽衣伝説のようなストーリーすなわち、白鳥諸女説話となっている。昔々、天の川のそばには天の神様が住んでいました。天の神様には一人の娘がいました。名前を織姫と言いました。織姫は、気を追って神様たちの着物を作る仕事をしていました。 織姫がやがて年頃になり、天の神様は娘におむっこさんを迎えてやろうと思いました。いろいろ探して見つけたのが天の川の岸で天の牛を飼っている彦星という若者です。彦星はとても立派な若者でした。織姫も輝くばかりに美しい娘です。二人は相手を一目見ただけで好きになりました。二人は結婚して楽しい生活を送るようになりました。 でも、仲が良すぎるのも困りもので、二人は仕事を忘れて、遊んでばかりいるようになったのです。すると、天の神様のもとへ、皆が文句を言いに来るようになりました。織姫が旗織りをしないので、皆の着物が古くてボロボロです。早く新しい着物を作ってください。彦星が世話をしないので、牛たちが病気になってしまいます。神様は、すっかり怒ってしまい、二人は、 天の川の東と西に分かれて暮らすがよいと言って、織姫と彦星を別れ別れにしたのです。でも、天の神様は、織姫があまりにも悲しそうにしているのを見て、こう言いました。一年に一度だけ、7月7日の夜だけ、彦星と会ってもよろしい。それから、一年に一度会える日だけを楽しみにして、織姫は毎日、一生懸命に気を折りました。 天の川の向こうの彦星も天の牛を飼う仕事に精を出しました。そして、待ちに待った7月7日の夜、織姫は天の川を渡って、彦星のところへ会いに行きます。植女や剣吾という星の名称は、春秋戦国時代の死境が初出とされているが、どの星を指すかは定かではない。全館の式転換書を見ると、かつての剣護は牛やどのことであり、 現在の剣後すなわちアルタイルは川つづみ、天の川の太鼓と呼ばれる星座の一世星である。七夕伝説の発展により、より説話にふさわしい位置に移されたものと思われる。中国や日本で使われていた大陰太陽暦では、7日の月は必ず上限の月となるので、これを船に見立てることもあった。そして夜遅くには月が沈み、 月明かりにかき消されていた天の川が現れてくる。ただし、近年の日本国内では、郊外の影響により、月が沈んだ後であっても天の川を見ることができる場所は限られている。グレゴリオ歴、新歴では、月の満ち欠けは毎年異なるため、月明かりの影響により天の川が全く見えない年も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。